夜空はなぜ暗いのか。今回はこの疑問を掘り下げてみます。最初に結論をお話しした後、詳しく掘り下げていきますので、ぜひ最後までお楽しみください。宇宙には星がたくさんあるのに、なぜ夜空は暗いのか。まず結論を先にお話ししましょう。遠くの星からの光は宇宙の拡大により赤方変異を起こし、私たちの目には見えないほど弱まることがあります。星の持続期間と宇宙の拡大は連動しており、このため遠くの星の光は私たちのところに届かず、夜の空は暗く保たれています。それではこの事実を詳しく掘り下げてみていきましょう。皆さんは大きなショッピングモールに行った時、無数の店が並んでいるのを見てワクワクしたことはありませんか？このショッピングモールの多様性は私たちの住む宇宙の壮大さに似ています。考えてみてください。私たちの銀河系だけでも2000億もの星々が輝いています。これはまるでショッピングモールに2000億件の店が並んでいるようなイメージです。そしてこの宇宙にはそんな銀河がなんと2兆もあると言われています。その多さを考えれば、夜空はまるで宝石箱のように輝いているはずです。しかし現実はどうでしょうか。夜空は意外と暗い。この不思議な現象はオルバースのパラドックスとして知られています。まるでビッグセールの日にショッピングモールが閑散としているような矛盾です。もし宇宙が無限に広がっていれば、どこを向いても星の光が目に飛び込んでくるはずです。つまりどこを向いても星の光が来るはずなので、夜空は昼のように輝くべきです。けれど実際にはほんの少しの星だけが見えるだけで、大部分は闇のままです。これを簡易に説明するなら、都市の立ち並ぶビルの例がぴったりです。都市は立体的に広がっており、ビルの屋上から四方を見ると遠くのビルの数は距離に応じて増えていくのです。でも遠くのビルの高さは距離が増すほど目に見える高さが小さくなる。つまり遠くのビルは多くなる一方で、それぞれのビルの高さは目には低く見えるのです。そのためどの距離にあるビルも目で見る高さは変わらないと考えられます。小さな都市であればビルの間から向こうの景色を見ることができます。しかし密集している都市ではビルで視界が遮られ、向こう側が見えなくなります。この現象は何層にもなるカーテンが目の前に引かれるようなものです。それでは夜空はなぜ暗いのかという不思議について順を追ってお話ししていきます。夜空で肉眼で見ることができる星は一体何個あるのでしょうか。実は夜空で最も明るく輝く星は主に一等星と称されるもので、これは全てで21個存在します。また金星は非常に明るく輝きます。一般に人間が肉眼で視認可能な星は一等星から六等星までの範囲であり、その合計は約8600個です。しかし場所によっては星の明るさにかなりの差が生じ、六等星は一等星の輝きのわずか100分の1しかありません。そして8600個の星は空の全体を指していますので、地平線に隠れている部分を除けば最大でも約4300個が肉眼で確認できる数となります。それにもかかわらず、私たちが属している銀河天の川にはなんと約2000億個の星が存在するのです。そこで疑問が湧きます。なぜそれほどの数の星の中から8600個しか目に映らないのでしょうか。実は肉眼で視認できる星の範囲はそれほど広くはなく、一等星の約半分は100光年以内に存在しています。また人の肉眼で見ることができる最も遠い星はカシオペア座の V762 とされ、これは最も遠くで視認できる星として知られています。
この星までの距離は約1万6000光年と言われています。カシオペア座 V762 は星の名前ですが、肉眼で最も遠くに位置する天体としては隣接するアンドロメダ銀河が挙げられます。その輝きのため遠くても私たちの目に捉えられるのです。この事実から人間の目で確認できる星の数は宇宙全体と比較すると非常に限られていると言えます。さて、オルバースのパラドックスについて再び考察してみましょう。この問題提起は1823年にドイツの天文学者ヴィルヘルム・オルバースによって行われました。彼は無限に広がる宇宙ではどの方角を向いても星が存在するはずだから、星からの光があらゆる方向から地球に届くはずだと主張しました。それにもかかわらず、私たちが普段見る夜空が暗いのは誰もが知っている事実です。実際、ガリレオが最初に天体望遠鏡で天を観察した時のように望遠鏡を使って夜空を調べると、私たちの肉眼では確認できない極めて暗い星が数多く存在することが明らかになります。その数はとても多く、無限の広がりを持つかのように思えます。しかし、これらの星々が夜空を埋め尽くすことはなく、星々の間には果てしない闇が広がっていることが理解できます。16世紀から20世紀の初めまで、天文学者たちは宇宙は果てしなく拡張しているとの認識を持っていました。その前提が正しければ、宇宙全体が日の光のように輝いているはずです。しかし、私たちが見る夜空が暗いという事実はこの前提と合致しない。この矛盾はオルバースのパラドックスとして知られています。しかし、実際の夜空は暗いため、何かこのパラドックスに誤りが存在します。多くの方がすでに知っているように、私たちの宇宙は約138億年前に生まれ、時間が経過する中で膨張を続け、現在では約930億光年の大きさを持つと言われています。この事実は最新の観測技術によって明らかになったものです。この巨大な宇宙も果てしなく広がっているわけではありません。では、宇宙が有限であることでオルバースのパラドックスはどう解決するのか、主要な2点、つまり宇宙の膨張と星々の寿命を考慮して解説しましょう。宇宙が膨張しているという考えは現代では一般的ですが、100年前には天才物理学者アインシュタインですら宇宙は変わらず、拡大も収縮もせず、静かに存在していると認識していました。しかし、1929年にアメリカの天文学者エドウィン・ハッブルは、遠くの銀河が地球から離れる速度と距離に比例することを発見し、宇宙は静止状態ではなく拡大していることを明らかにしました。この発見はハッブルの法則として知られており、現在のデータでは宇宙の膨張速度は一定の距離に対して秒速約 70km で、その速さは増加していると言われています。この宇宙の拡大に伴い、星や天体間の距離も増大し、その光が私たちの元に到達する時間も増えます。例として、138億年前に放たれた宇宙マイクロ波背景放射は、現在では約458億光年の場所にあるとされ、最も遠くにあると考えられる銀河は約131億光年の位置からの観測が行われていますが、現在の位置は実際には約290億光年もの距離があるとされています。その一方で、現在の宇宙の直径はおおよそ930億光年と言われています。これは宇宙の一端からもう一端まで高速で移動した場合、約460億年かかるということを意味します。計り知れない広さですが、それでも無限ではないということです。例えば、都市がある程度の大きさを持つことで、ビルに囲まれて視界が遮られるように、夜空が星で埋め尽くされるには宇宙が一定以上の広さを持っていなければならないということです。さらに、宇宙の膨張を理解する上で赤方変異という概念も重要です。この
赤方変異とは、天体が私たちから遠ざかるとき、その放射する光の波長が長くなり、結果として赤く見える現象を指します。この特性は、宇宙が膨張していることを裏付ける重要な指標として捉えられています。ハッブルが遠くの銀河の光のスペクトルが赤い方向にシフトしていることを初めて観測した際に、この現象が発見されました。この赤方変異の背後にあるのは、ドップラー効果という原理です。この効果は、波や音、光などが観測者の方向に近づいたり遠ざかったりする際に波長が変わるというものです。日常の中でよく例とされるのは、遠くへ移動する救急車のサイレンの音が低く聞こえる現象です。同じ理由で光の波長が長くなると、それは赤く見えるため、赤方変異という名前がついています。また、遠くの宇宙からの微弱な放射、宇宙マイクロ波、背景放射も赤方変異の調査において非常に価値のある情報源となっています。この放射はビッグバン直後の宇宙の状態を反映しており、赤方変異の影響でその波長が現在までに伸びたことが知られています。ここでの注釈として、私たちが日常で認識する光、すなわち可視光線は波長が387メートルから777メートルの間のものです。この範囲を超える波長の光は人間の目には見えません。そのため、赤方変異の影響で波長が2ミリ前後に伸びた宇宙マイクロ波、背景放射は私たちの目には映らないのです。しかし、もし私たちが微弱なマイクロ波を目で捉えることができるなら、夜空はそのマイクロ波でいっぱいで、とても明るく見えたことでしょう。次の重要な問題として、宇宙の拡大に関連するのは星の生涯です。それは、もし星が絶えず光を放ち続けるのなら、宇宙は光でいっぱいであるべきだからです。しかし、私たちが見る宇宙は暗く、星空が広がっています。星の生涯とオルバースのパラドックスとの関係は何でしょうか。星は核融合反応を引き起こし、エネルギーを放出することで光り輝いています。私たちは地球上の様々な観測器具を使って、これらの星が放出するエネルギーを観測し、それによって星の存在を認識します。しかし、核融合で使われる燃料が尽きると、星は核融合を続けることができなくなります。星の種類に応じて、冷えて固まるか、太陽の8倍以上の質量を持つ星は最終的に大きな爆発を起こして宇宙に散らばるでしょう。このように、星はその種類に応じて異なる生涯を持ちます。星の生涯はその質量に大きく左右され、質量の大きな星は核融合が激しく、燃料を速やかに消耗し、結果として生涯が短くなります。反対に、太陽のような質量を持つ星はだいたい100億年という寿命を持っていますが、太陽の20倍の質量を持つ巨大な星はほんの数百万年しか生きられないと考えられています。星の生命期間が限られていることは、夜の空が暗い主要な要因の一つです。これを考慮に入れると、星の光で夜の空を光らせるためには、現在の宇宙の年齢の10兆倍の時間が必要と言われています。さらに、遠くの星からの光は宇宙の拡大により赤方変異を起こし、私たちの目には見えないほど弱まることがあります。星の持続期間と宇宙の拡大は連動しており、このため遠くの星の光は私たちのところに届かず、夜の空は暗く保たれています。オルバースのパラドックスについて、星の寿命や宇宙の拡大などの要因が影響を与える複雑な現象であることが明らかになっています。オルバースのパラドックスは、夜の空が明るくなるはずだという誤解に基づくもので、実際には宇宙の拡大、赤方変異、そして星の生命期間などが影響して夜の空が明るくならないことが示されています。さらに、宇宙の拡大が原因で遠くの天体の放射する光が私たちの目に見える範囲から外れ、結果的に遠くの星の光が確認できなくなることも、夜空が暗い要因の一つとして考えられます。オルバースのパラドックスを詳しく調査することで、宇宙の構造や驚くべき事象に対する洞察が増してきます。
このパラドックスを把握することで、宇宙の拡張、星の生命期間、そして赤方変異といったテーマについても掘り下げることができ、宇宙の動きや特性についての認識も一層豊かになるでしょう。これからも宇宙への好奇心を喪失せずに、未知の領域を探検し続ける楽しみを感じていただければと思います。このような興味深いテーマをこれからもお届けしていきます。もしまだチャンネル登録していない方は、ぜひとも登録をお願いします。そしてあなたの感じたことや思ったことをコメントでシェアしてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。